日本支部校日本美声教育チャンネルようこそ。はい、えー、今回はですね、えー、2月の14日日程の明治大学の法学部の問題を見ていくことになります。ちょっと今日ですね、あのー、撮影ミスをしてですね、なかなかこのアップが遅くなって、私もちょっともう体調があまり良くないので、もう答えだいきます、えー。まず1番ですが、あこれは徴兵国旗ことになります。はい徴兵国旗です。はいもう時間がないので、どん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 いきます。はいで、えー、2番ですが、はいこれですね、 えー、もちろん血税一期ですね。3番が270円です。はい、で4番ですが、はいえー、これ1943年でちょっと難しいですね。で5番ですが、はい、ちょっとこれここ分かりません。どんどん行きましょう。そうするとここで解けるようになります。後ろ見ていきますと。はい、ここで,です、ね、いろんな仕事をしている人々。 これをまとめてですね、職業婦人と言います。はい、職業婦人です。はい、そして問いの6ですが、はい、えー、石そして大杉と一緒に殺された人、ここからはい、伊藤のえさんですね。そして、問いならが39名。で、ここもまだ分かりません、どんどんいきます。 でここで、はい、半軍演説、そして除名された人ということで、斎、えー、藤隆夫さん。結構、このあたり勉強しないと埋まらないかもしれませんね。あんま載ってない教科書もありますからね。はい、そして次が、はい、重慶脱出というところから王明、王朝名。王正 A とも言います。王はそのままです。はこれ。A はこれ。 はいこんな感じですで五番 K ですがこれ東は新秩序です五文字ですからねえー、これえー、大東亜共有権で間違って入れそうになると字数が合わないんですよねはいじゃあ次ですでえー、ここがねちょっと皆さん困ったと思うのでここはちょっと選択肢の説明だけはします まずね、普通に考えて、これ三石ですね。だからこれが×。で、小野の道数は三石だから、この二人は消える。で、えー、和洋になった、これが答えだから C。なおい、E いですが、和洋だから、殻はいいですけど、殻ってほら、中国人関係ないですよ。だからこれはもちろん自動的に消えます。もう答えは C なんですけどね。で、D ですが、この世尊寺流というのは、これは小野さんではなくて、藤原の雪成光勢です。 のなあ一派です終わります。<laughs> 次、はい。もうご襲来巻。で、まず A ですが、武崎末永が描いたものじゃないんですね。描かせたんです。依頼したんです。で、これは、はい、一騎打ちと集団戦法が逆だからツ。3番ですが、はい、これ、銅じゃないんですね。陶器。 陶器でこれ、ね、写真が図せに載ってますから <coughs>、どうだったらさ、すぐ爆発しにくいじゃないですか。はい。で、ですが、これは港湾の駅の時ですね。文英ではないから×。で、E が度重なるっていうか、この他はないです。この2回しかないですね。よって答えが F ということになります。こうやってね、なければなんとか、まあ、必ず正直あるということです。これ。じゃあ次です。 続いてですね。はい。えー、まず A ですが、え三、ー、度目の猛虎集団に備えて、はい、賃税奉行に変えて、えーえー、ごめんなさい、賃税、賃税担当ですね。まあいいでしょう。で、B ですが、はっきり言って、この部分があんまりわかりにくい。保留で保留。保留。じゃあ続いて、 C は絶対に丸ですね、これ。でも、絶対に丸ですよね。で、E 見てください。これ、平と足立さんが逆ですよね。平が身内人だから。だから、よって自動的に E しかないってことですよね。はい、では次、春日、権限元,元,元気。まず、これ、鎌倉時代のものです。 でこれって国風文化です。だからよって「×」。で、絵の実ではないから「×」。そして、宗教的持つ主題が少ない、一辺承認エレンとか、どうなんですかね。法然承認エレンとか。<laughs> 答えが「D です。い、e、いだが、高信は関係ないですね。はい。高階高金という人です。 さて、えー、空也少人像は、高尚の C です。即答ですね。じゃあ次加納江徳、唐字詩です。まずいきます。A、日本型と、ごめんなさい、水墨画と日本くらいの山と絵を融合、有名なフレーズ。丸 三楽商用図、丸。楽中楽街図屏風、丸。東博、少林図屏風、水墨画、丸。狩野派、いろいろやってよ、丸。答えは F でしょう。はい、では問い7。<laughs> まず、A。<laughs> <A S 2> 方光寺、京都、大仏、刀鑑八88、丸。 身分を明確化丸で実はこの C なんですがこれっていうのは人口登録これは1592年の人払いでです。×よって答えが C もうあとはいいですね問いの8即答で AA は信長秀しとは関係がないですで一番難しいのはこれこの伊藤弱衆については 乗ってないのが多いから分かんないかもしれません。しょうがない、これは。もう A とか判定できないと思います。答えは C なんです。伊藤若手ってね、鶏の絵でですね、有名なんです、ね。鶏です。まあ、しょうがないです。で、吉宗と関係ないものですね。答えが B。B は貞信。はい。で、続いてですね、はい、3番目です。3番目ですが、えー、まずですね、はい、問いの1位。 問いの1ですが、はい、えー、関永令じゃないのは答えが A です。A は、これ、武家諸法と源な令です。さて、えー、ではですね、続いてはい、問いの2ですが、はい、えー、A です。はい、大老は将軍のもとで最高職。はい、問題ない。上知の職ではない。で、えー、堺土井伊、e、十番獄寺の不代大,大名、はい、丸。老中、はじめ年寄り、上知の最高職、不代大,大名が就任、丸。 大目付、老中に属して大名の観察。若年老中、補佐。目付、若年に属する、旗本御家人の観察。若年州、普大名、大目付、旗本、全部丸。で、えー、江戸以外には、西国大名の監督、教授時次第。で、いろいろはい上代と町奉行がいたと。で、音国奉行。で、教授諸次第、城代の普代大名。はい、ちょっとここ。 上代は不代大,大名じゃないんですね。大阪以外は旗本です。二条城とか全部旗本なんです。よって答えがでということになります。誤っているもんですからね。はい、もうじゃあ読みません。時間ないから。はい。じゃあ次いきます。えー、問いのさんですが、二代将軍秀忠が回帰した人物、即答で福島正則さんです。で、下、正氷葉緑といったら山が即応もうこの辺りパッパッと解いていこう。 はい、問いの5番目、御三条に関する救出として誤っているもの。はい、石棺家を外籍としない丸。はい、中級貴族の結集、大江戸正房丸。1069、荘園整理で45年以降を禁止丸。はい、ここですね。石棺家と岩清水などを除く、違いますね。石棺家も対象。岩清水も募集。答えが D です。はい、では問いの6です。 えー、トイレ6ですまず A、えー、見ていきますと、兼務の申請、後醍醐、全ての都所有権、天皇臨時必要、臨時至上主義ってやつ、丸でしょう。B ですが、ここですね。はい、えー 鎌倉幕府以降の法の秩序を重視するのは忠義です。だから、これ忠義と功の諸名が逆なんですね。だからバスです。よって答えが b です。はい、もうちょっと後はカットします。時間がないのではいただね。一言言っておきますと一言だけ言っておきますと。とはい、えー、はい。そうですね。 これ、えー、兵糧領書。この辺りちょっと押さえておきたいですね。はい。では、そのぐらいかな。じゃあ、いいか。いきましょう。続いて、えー、C いきます。これ、並べ替えですよね。1番の資料が、 これ、オランダ国王の開国勧告なんです。1844年。2番が、これ、憲法の浸水給与で42年です。3番が異国船打ち荒れだから25年。4番がフィルモアの国書ですね。ペリーが来た時だから53年。5番が、はい、えー、39年とかかな。晩書のごあの、墓術です。とりあえず、これ、並べ替えますとどうなります3 5,2,1,4。で、今回、これ4番目ですから、答えは4番目の1位。はい、1を選ぶということになります。で、この戦争っていうのはどれこれです。もちろん、アヘン戦争です。だから、40年。で、河、え、川、ー、部 H。H のこれ、一途に打ち払いです。でですね、 これ間違いないでくださいよ。長崎以外の場所では打ち払いの対象。長崎は打ち払われない。で、イギリスはどこでも打ち払われますから、これ間違いですよ。だから答えはオランダです。オランダ戦は間違って打ち払ってもカーとなってからです。だから答えは B なんです。はい、問いの十です。問いの十ですが、あ高野の墓術。ですが、ちょっと待って、これもさ、 どうなのこれちゃんと修正出てるのかな母術の字がおかしいですね。これ、こうですよね。これって、訂正出てました。出てればいいんだけど、出てないんであれば、これもまた問題ですよね。はい。では次です。4番目です。まあ、とにかく荒い。荒すぎな問題がメジャー。じゃあ、早速いきますと。えー、足尾購読事件ですね。はい。渡瀬川。 はい。影響、丸。はい。田中正造、栃木県新選出議員、員丸。じゃ結局、停止させなかった、丸。これ、何すか時期としてますから、×。答えは誰が見ても、でじゃないですか。は、ま、い、あ。もう、あとはいいでしょう。はい。じゃあ、次。いきなり飛んで、田中角栄。何すか、これね。はい。まず、A。 田中角栄、列島改造、新幹線、高速で結ぶ丸、土地高等インフレ丸、はい、で何、何これ、第2次じゃないね、第1次、石油危きだからバス、よって答えが C でしょう。インフレ収集しなかった丸、日中共同声明丸です。3番目、あに入る人物。あに入る人物、どこですかこれですね。はい。 えーとまず革新,革新的な人、革新首長、首長、誰ですか見延良吉さんです。よって答えが D です。はいでは問いの4です。まず A ですが、痛い痛い病、三井金属、陣痛川、門見丸、はい、水俣病、熊本県、はい、新日本地質丸、C ですが、誰が見ても信濃川じゃないですね、これ、阿賀野川です。 とということで答えはこれが×です。答えが C です。はい、で次、心が来てますから、これ、はい、夏目漱石。そして、はい、次なんですか、はい、森の作品外は A ですね。はい、そして、芥川龍之介は答えが E いいでしょう。白樺は武者の行為とか関係なく。文藝春秋は菊池寛ですね。 はい、そして短微波関係なくてこれは前半いいけど後半が混逆物語です。で下線部 F。F はどっかというとどこだ、はい、え F はいねえじゃん F はこれかはい、えー。平成の時の官房長官これブッチですね小チはいブッチ。ということでこのブッチをまず選ぶから とりあえず森井、橋竜、森消えます。で、答えが1です。2番ですが、発足、最初はね、自民単独です。後に連立です。用具集とかも載ってます、これ。はい。で、次終戦だから鈴木くんですね。まず鈴木くん以外消えます。で、4家屋で、 中華人民共和国があるわけないので答えがでということになります。で、佐藤栄作じゃないのは答え即答でで、で、は1973田中ということになります。終わりですね。はい、やっと終わりました。ちょっと頑張ってパッパとお書きましたが、えー、復習してですね、まだできなかったことをよく覚え直して臨んでほしいと思います。えー、とにかく私からお願い3つ。1つ目はチャンネル登録と、いいのボタンだけよろしくお願いいたします。 えー、そして2つ目は合格したらですね、えー、その合格した報告をぜひしてください。一応その報告する動画を作っておきますので、そのコメント欄に後から入れていただいたら幸いです。3つ目はせっかく私、かこう命を削って頑張ってやってるんですけども、いまいちですね、知名度が低い。そこでですね、もったいない。えー、皆さん、もしこのお動画、様々でお役に立ててるのであれば、 えー、皆様の兄弟、えー、友達、いろんな人に広めて、ですねチャンネル登録数を増やしていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。えー、そして、えー、もう一つでしたね、えー、まだ受験が続く方ですね、えー、このお作るにあたっての問題がいまいち提供が遅いと、こうやってアップするのが遅くなるんです。ですので、皆様からのですねご提供をお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。では、皆様の検討をお祈りします。またお,お会いしましょう。さよなら。